さあ行っちゃいましょう。ケオマジャのお時間です。いいね。気持ちよかった。さあ本日はゲストに望月プロにお越しいただきました。望月さん、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。このKOマージャンご覧になったことは？はい、ありますよ。あります？はい、ありますよ。ありますけど、そんなたくさん見れないかな。ちょっとだけ、ちょこ最初の方見ました？見てないかもしれない。どこ、何見たんですか？ちょこっと見れるじゃない。あ、はい、そういうのは、うん、無料放送のところですね。じゃあここ見てる可能性ありますね。まあ、無料ですからね。そうですね。うん、ですね、このKOマージャンという番組は、うん、望月さんの隠れた魅力を我々は引き出して視聴者の方に発信していこうという番組になってるわけなんですね。怖いやつね。怖いやつね。分かるよ。今まで多分出たどんな番組よりも、うん、恐怖、ちょっとどういう印象あるかですけど、どういう印象です？ちょっと僕ね、何言われるかちょっと分かんないけど、うんうんうん、すごい怖いなと思ってきたんだよね。うんうん、はい、ほら麻雀やってさ、負けてもさ、うん、いいじゃん。まあ、自分が一人へこんで反省するだけですからね。うん、だけどなんかこう喋ってね、うん、こう責められるのはさ、うん、ちょっとあんまり得意じゃない、得意じゃないかな。まあ、この番組はでもね、皆さん最後は良かったなと。そうなんだよね、結局今みたいな始まりなんですよ。いや怖い怖いってなるんですけど、うん、最後はやって良かったっていう人も時々いますんで、時々時々時々ですけどね、時々いますんで、うん、最後までお付き合いいただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。それではですね、一発目のコーナーいきたいと思います。はい、望月プロの真相に迫ります噂の検証のコーナーです。はい、こちらのコーナーは先ほど申し上げた望月プロの隠れた魅力を発信していきたいということで、はいはい、一般の方では知り得ない我々が入手した噂をこの5枚のホワイトボードに書いてあります。怖いだってさ。どこから何を、ね、聞かれてるか分かんないじゃない。うん、そうなんですよ。そうなんだよね。そうそう、あの身に覚えのないような噂もあれば、本当そうだよね。それだけはやめてくれっていう噂もあるでしょ。そうだよね。もう人間なんでも30何年生きてれば、そうそうそう。まあでも火のないところに煙は立たない。まあそうですね。そうだよね。まあそういった噂がある中で、今回のコーナーで絶対的な約束事が一つありました。はい。それは嘘はつかないでくださいと。その噂がどんなに嫌な噂でも、はい、それが本当であれば本当、はい、逆に間違ってあるいるんであればそれは間違っていると、はい、嘘なく、はい、これがこれでここで嘘つかれてしまいますと、先ほど言った視聴者の方に魅力が伝わらなくなってしまいますので、まあ最後はね、出てよかったと言ってもらえるような。いやだってみんな見ないですよ。あれ、こんな広さ初めて見たんですけど、相当しようがいじめられたんでしょ。まさかね、この数年前の私からしたらね、今ここ大丈夫なの、これ千葉県ですよね、はいはいはい、で、望月さんと収録に挑むなんて、はい、そうだよね、想像すらできない。おこれはなんか不思議な感覚になるんですね。確かに数年前はそういう関係だったんですね。そうそうそう、今までここに来る方って基本的には僕よりみんなの仲いいんですよ、はい、パターンとしては。あ、例えば女流の方がゲストで来ました、前回来た白鳥さんが来ましたは、はい、僕よりは絶対みんなの仲いいんですよ、はい、それやっぱり土地柄であったりとか、うん、家の長さとか年のこととかもまあ、うん、ある中で、まあ今回僕はやっぱり一番、うん、ね、知り得てるわけですから。ということは今日腕を振るという、うん、まあ来たんじゃないかなと。腕を振っていくっていうことで、ね、誰よりも知ってるでしょうね。怖い怖い、知ってますよ、ね、誰よりも、ね、まあそうね、怖い、うん、なるほど、はい、ということで、はい、井出さん早速参りましょう。わかりました。まともなやつが欲しいな。左襟がねじ込まれてますけどね。本当にね、その希望は、あえなく、すごい。そうだよね。最初はまだはね、おとなしい意味かもしれないですけどね。本当、うん、分かんない。まあ、無料ですから。無料ですから。無料ですから。そうですね。はい、今回は、ちょっとまた変えてきてます。はい。最近。いきますよ。はい。一番、世界の、山田。お。左襟が。ヒロさん。ねじ込まれてますよ。行く、はい、行きましょう。バーテンをやってたことがある。おお、まあ、これなんか昔というか、はい、聞いた噂ですね。はい、やってました。やってた、はい、ええ、本当です。静岡でですか？そうです。あっさり、はい、プロになる前ってことですか？ですね、僕プロテスト落ちてるんですよ。ああ、なんか聞いたことあるかも。そう、プロテスト落ちて、ただその時にその当時の本部長が、はい、1年間ね、
研修生っていう形で勉強すれば、あの翌年もう一回プロテスト受けて、それでできればあのプロに、うん、僕受けてみなさい、そう、そういう感じだったんで、僕当時大学行ってたんですけど、プロテスト受けた時は、うん、で僕は多分逃げちゃうと思ったんで、退路を断つつもりで大学を辞めて、で、まあ、夜の仕事しながら、そうですね、麻雀打つ時間が欲しかったのもあったんですけど、勉強したくて、本当はね麻雀層に飛び込めばよかったのかもしれないけど、そんな腕も自信もなかったんで、あの先輩が紹介してくれたお店で、普通のバーですか、あのいろんな感じの、まあまあいろんなことやってるお店でした。はい、あのバーなんですけど、バーなんだけど誤解を招きますね、いろんなことでしたね、あのどっちかっていうとこうミュージシャンが集まるような感じの、あの例えばピアノの演奏があったり、そうですね、ジャズの演奏があったり、いろんなそういうちょっとなんか高級な感じの、いや、そうだよ、その問題、あの浜松ってあの楽器の街なんだね、うん、音楽の街なんだね、そうですよ、だからヤマハとかローランドさんとか、はいはい、昔は河合も、そうですね、河合さん もそうだけど、そういう人が集まってなんかあの楽器持ち寄って飲みながら演奏するような、そんな感じの、そうなんだ、はい、そこで1年ぐらいねやらせてもらって、でプロライセンス取ったんでこっちの世界に飛び込んだっていう、そんな感じです。これちょっと本当にやってましたもんね、そっち、何が、ガセじゃねえか、いや、正解振ってたかってこと、もちろん最初ホールからだけど、うん、正解も振らせてもらったし、うん、あの今でもいくつかは多分作れると思いますよ、ちょっとね、正解振るのやった、慶応認定、もしかしたら衛星バーテンダーかもしれない、そういう結果は正解振るぐらいやったら全然多分できると思う、ちょっとね、あれでいいよ、これやばいよ、ちょっとマジで、あっちのでいいですよ、じゃあこっち、何にしましょうか、こっちでちょっとモーションだけでも、本当にちょっとこれこういうやつ、おお、本物っぽいね、本物っぽい、やってました、おお、これはどうですか、認定ですか、認定じゃないですか、これは本物、本当、本当です、本当です、ルカップにシェイカー置いてあったよね、置いてありました、あの今はちょっとあのいろいろあって外しちゃったんだけど、あのうちの店のカウンターがそのバーカウンターみたいなムードで最初はそういうイメージで作ったんですよね、たまに振る舞ってたりしたと、最初の頃はね、メニューにあったんですよね、そうそうそう、最初は、最初は、そうそう、あれなんですね、静岡のお客さんだったらもう知ってた情報って、いやどうかな、知ってる人もいるし知らない人もいるし、あんまり僕自分のこと喋らないんで、そうです、今日もそうなんだけど普段あんま喋んないですよ僕、そうですよね、隠しますよね、隠してじゃなくて、隠してないよ、喋れない、だって今日それ全部引っ張り出してやろうって言うんでしょ、うでね、私が感じる支部長は実は聞いてほしいっていう、うん、あ、実は聞いたい、よく知ってる、そう、おー来た、よく知ってる、あの支部長はなんか匂わすんですよ、いや、まあいいやみたいな、あそれ、あそう、そうなんだ、何言いたいんでしょっていう、いや別に聞きますよ僕はっていうのがね、たまにあるんで、そんなことないよ、いやそうじゃないんだよ、そうじゃないの、なんなんですか、あのね、自分から言わないの、だけど聞かれりゃ何でも答えるの、そういうスタイル、そう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 、そうですね、まあ例えばそれが指導であってもそうなの、基本的には、麻雀でも、麻雀の指導とかであっても自分からこうした方がいい、あした方がいいっていうのはあんまり言わない、言わない、あんまり言わない、言われたら結構厳しいよ、そうですね、何に関しても結構そういうタイプの人なんだとは思うよね、そうそう、ありがとうございます、うん、フォローを、いや、いい参謀をお持ちです、さっきのは喋りたい喋りたい喋りたいでしょ、ちょっと聞いてよ聞いてよみたいな感じでしょ、そうだけどちょっとやめようって、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃないの、別に喋りたいわけでもないと思うんだけど、聞かれないと無駄なことは言わないみたいな、そうね、まあ、そしてまあこのお題を見てね、はい、ちょっとほっとした支部長もいるんでしょうけど、今だけね、山田プロが何かさっきね、僕がと被っちゃったんですよ、何か多分ね、多分ね、普通、まあ自分も実際バーテンちょっとやってたんですよ、はい、あ、そうなんですか、バーテンやってたら大体ね、飲んだりしてる場にいるとね、女の子ね、あ、いや僕のイメージそうですよね、バーテンモテるみたいな、モテになるんじゃないかな、モテになる、そういうイメージある、要は若い子って、そう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 、当時、はい、すっげえかっこいいバーテンがいっぱいいたんですよ、はいはい、僕のお店に、うん、そのうちの一人だったと、いやいや僕タッパも低いでしょ、はいはいはい、でまあ今よりも全然多分20キロくらい痩せてたと思うんだけど、はい、それでも全然でした、マジですか、全然、
この企画オープニングで言ってましたけど、はい、嘘はご飯ですよ。モテるモテないっていうのは、うん、すげえいっぱい女の人が来ちゃったらこれモテたって言えますよね、はい、だけど別に1人2人に寄れてこられてもそれはモテたと解釈してもいいわけですよ、うん、その辺は、うん、そういう意味では、まあ、じゃあバーテンやってた時に一人もそういうのなかったのかってことでしょ、ね、そうね。そこまで探りたいっていうことなの、ね、マニア受けはする方かもしれない、ね、やっぱありますよね。あ、マニア受けはする表情だよ。イメージとしてさ、バーなんて僕そう言ったことないんですけど、バーっていうのは、うん、イメージとしては女の人が来るのは大体昇進してる方、昇進した女性が一人でフラッと飲みに来るんじゃないか、そういうイメージがあるんで、そこにつけ込む、うん、言い方がまずい。言い方ほんまにも。そこに、まあ、うまくこう入り込める、優しさを慰めてね、それがまたね、そう、まあそうですよね、もちろん印象。いや昔からそうなんだけどさ、あの麻雀の世界もね、うん、そのバーテンの世界もね、まあ、バーテンというか水商売の世界もね、うん、狭いじゃん。すごく狭いじゃん、はい、なんか下手打つとすぐバッと 話が変な風に広がっちゃうんで、それは昔から嫌だったんだよね、はい、それは慎重だったね。そう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 、なるほど。どうでもいいならいいんだけどね。いやいや、どうでもいい。ただあのお客さんがそのすごく大切なお客さんだとか、はい、まあそれはね、そこにはちょっとやっぱ行きづらいと思います。なるほど。さあ、じゃあ一つ目の噂、バーテンをやってたことがあるは、はい、本当です。丸と、はい、はい、真面目にバーテンをやってたって、真面目にやってた、ほんとに。まあ我々みたいに横島の気持ちでこう、ね、モセルとか ね、そういうんじゃなくて、ほんとにまああの使い勝手よくいろんなお店に回されたのもあったし、はいはいはい、はい、うん、いろんなところにヘルプ行ったりとかっていうのもありましたね。そうですね。これは認定と、はい、本物でした、はい、やってました。なるほど。怖いよ、うん、行きますか、え、行きますか、行きます、行くんすか、ブルーは。俺は10個聞きたいことがあって、そのうち1個厳選したと言いました。厳選ってことは、で、まあ聞ける間柄です。おお、ってことは、はい、行ってますか。怖いな。2番2番締めましょう、締めましょう、いでいで、じゃあ締めなさいよ、よろしいですか。左襟左の襟を襟巻き込んじゃったから。いいですか。はい、まあ望月プロの、はい、まあ、通りなといえばハネマンベースの他にも、はいはい、まあ、この間の選手名鑑では、はい、駿河湾の長距離砲、はい、ありました、ね、ありましたね。とにかく、はい、派手と、うん、ド派手、うん、はい、派手、まあ、派手、私が聞きたいのはこれでございます、うん、ダン、夜も長距離砲、そのあんめんないんじゃないか。全部意味が、意味よ、長距離砲、どういうことなの、どういうこと、説明してもらっていいですか。ビューみたいな、正直我々もよく分かってないです。シフトの中から厳選するでしょうね、それ。夜もドラーマシンガンとかまだ分かるけど、豪快かどうかってこと。いや、まあ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 、まあ、これはいろいろ含みがあるんですが、うん、まあね、駿河の長距離砲と麻雀が長距離砲と言われてますけど、うん、まあ、私生活そして人間性などは、はい、まあおそらく絡みのある人が思うのは長距離砲とほど遠いんじゃないかと、まあ、誠実で真面目、あ、なるほど、そんなにぶっ飛んでないと、うん、堅実、ああ、なるほど。長距離砲って言うとなんか豪快で、豪快で、そうですね、後先考えないようなで、どっちかというとまあこの辺が長距離本になっちゃうのかなって自分で言っちゃった。言い過ぎだよね。ヒロさん巻き込まれてますけど、生き方ってこと。いや、生き方ね、思うんですが、生き方的じゃないってこと。まあしかしこの下りで言うとね、はい、結構匂いするんですよ。あ、いや多分、いや今言ったように堅実なタイプだと思います。堅実なんですよ、割と。そうなんです。こう2番バッターみたいな、おー、うん、コツコツと、うん、送りバンドみたいな、そういう感じだよね。でもね、4番打ちたそうなんですよ、こういうのとか。飛ばしたそうなんですよ、見てると。いや、俺はホームラン打てるんだけど2番好きなんだよな、どっかで、ね、じゃあ邪魔してるってことですか、うん、そう、どっかで違う、なんかその自分の本能とは違うところで2番を演じてるような気がして。ああ、なるほど。まあ夜がどうこうは別として、まあそうじゃなかったらこのパーマかけないよね。そうですね。ああ、そうだ、そうだ、ね、そうだ、ね、そうだ、それは、そう、うん、な、僕ね、地味なんだよ、いろいろ。だからちょっとキャラつけなきゃいけないなっていうのは常に思ってるかな。じゃあそのパーマとか、マージャンとしてそういうのはいろいろ努力の部分、努力とは違うと思うんだけど、うん、まあ、自分がやりたいこととかこういうふうにしたいとかってあるけど、それとまた違うじゃない、
夜はそんなことないと思います。夜は2番バッターっていうことです。夜は2番か8番かみたいな。まあだいぶいぶし銀的にね。そうですね、そうです、そうです。まあこれを受けて、まあ一番身近な日吉さんがちょっとこれ嘘ついてるんじゃないかと思いますんで、ちょっと印象を聞いてみたいです。あのね、私はね、かれこれおそらく10年以上の付き合いさせてもらってるんですけど、付き合い自体はもう、ねこれね、本当にね、ふざけた話だと思うんですけど、そういう話をしたことないんですよ。本当に私と望月さんはそういう話をしたことは多分1回もない。しなさそう。本当にしない。しなさそう。しなそう。そう、しない距離感なんですよ。だからね、僕もね、さっき言った側面があって、自分から発信することほとんどじゃない、彼女できたんだよとか、例えばね、そういう好きな女ができたとか、そういう話を自分からするタイプじゃない。それ誰かに言ってます？僕の隣の人に言ってます。ね、公共電波でね、発表した人いる。言っちゃう。あれ、発表してないから、ね、発表してないですから。だからね、その辺ははっきり言うと本当に分かんないの。ああ、謎に包まれてる。そうそうそう。もちろんないとは思わないよ。それはもういい大人ですから。だからそれはないって言ったら嘘でしょ。例えばなんか夜やんちゃしちゃったとか、そうですよね、若い頃ああだったとか、それはまあ誰もが持ち合わせてること。今まで来たゲストの方たくさんいましたけど、まあ全員に聞いて。まあ昔はって、まあこうなるわけですよ。だけど、じゃあ具体的に何があったとか、どうこうだったとかは本当に分かんないの。分かんないじゃん。お二人は仲いいんですか、本当に。仲はいいですよ。なんかね、その継承。俺もこれさ、言われる？言われるよ。なんて言われるんだろうね。俺も言われるの。いやだから僕はみんなに言われるの。例えば、サルと仲悪いんでしょとか、ヒヨシ仲悪いんでしょって言われる。そう、僕が勝手に名付けてんのは静岡三角関係って言って、トライアングル、静岡トライアングル。それ言って楽しいんですよ。じゃあ僕ね、この公共の電波を使って初めて言いますけど、決して仲は悪くないです。仲説は嘘ですか？嘘ですね。それは嘘だね。嘘。あのね、好きなんですよ、そういう話、僕。好きそう。ギスいのか。で、静岡トライアングルは、要は猿川、望月、日吉のトライアングルで、こう、不仲トライアングルって言うんですよ。まあ、もちろんやり方とか考え方はそれぞれ違うし、それはまあ当然だけど。そうそうそう。それは、だから例えば、まあもう最近あんまないけど、会議とかで意見が合わなかったりとか、例えば一緒にお店行った時は、お店のね、方針合わなかったら、ぶつかるよね。とことんぶつかったことたくさんありますね。とことんやる。とことんやるよね。とことんやる。やる。あの、だから、落としどころっていうとちょっとあれだけど、答えが出るまでは絶対にやるという。それはそういうスタイルだね。だって、嫌じゃない。ずっと引っかかってたら。なあなあにするんだよ。そうそうそう。それは、静岡みんなそうだよね。まあそうだね。慶応麻雀。だからさ、まあまあ夜も長距離砲なんて出しといて真面目なお題やるわけにはいかないんで、なんかいい話をもう一回脱線させないとね。いやでもね、完全に巻き込まれてる。それはさ、後半やりましょうよ。そうですね。そうだね。その話後半まで撮ってもらって。じゃあもう分かりづらいから、日吉さんと望月さん、どっちが長距離砲なんですか。そうですね。どっちがやんちゃなんですか。日吉じゃない？日吉さんはやんちゃでしたか。やんちゃじゃないかもしれないけど、まあそうだな、どっちかったらやんちゃかもしれないね。どちらかといえばやんちゃなんですね。あのね、僕らに見せる日吉さんの顔と、おそらく望月さんに見せる日吉さんの顔は全然違うと思うんですよ。いやだから僕にも見せないって。見せないですか。見せないよ。だって俺あんまり興味ないし、人にそう、人に、みんなに興味ないんだよ、そういうのは。だからあんまりだけど、僕と日吉とって比べたら日吉の方が多分ね、きっとで比べたらね。比べたら、だからあれこれ聞いてるな、でも望月さんもちょっとボギーには。それも聞いてるな。聞いてるなって言ったら、いやでもどうなんだろうね。どっちが、どっちが変態かでいいんじゃないですか。変態か、変態かって言ったら俺も変態かもしれない。あれ、そこには乗ってきた。ちょっと変態か、変態じゃないかって言ったら俺も変態かもしれないけど、やんちゃかって言ったら多分分かんないけど、僕麻雀プロ始めてからあんまり遊びに行かないからね。本当ですか？本当本当本当。こっちはだってテルだから。そう、でてかね、もうそれはあんま関係ないしなっていう。ずるいよね、顔はね。顔ずるいと思うよ。テルって言われたりする。まあどっちが長距離か方かわかんないですけど、俺は女は好きですよ。はっきりと言います。僕は女好きです。でもここだけの話していいですか？最近日吉さんはちょっと両刀使いじゃないか。どこで？それは遠い。その誤解は今。
は解いとくよ、はっきりと。え、どこでどこで。そんな技ある。あのね、語らなすぎてそうじゃねえかみたいな。語らないがゆえに、あ、それは構わない。勝手に言われる。それは構わない。そうだね、もうそれ家って言われるぐらいなら、うん、家っていうぐらいならっていうか、あいつひょっとしたら男もいけんじゃねえかって思われてるってことですよね。いや、で俺が思ってるんですよ。いや、それもね、なんか魅力だよね。大人の色気だよね。男もいけんじゃねえのって、そこまで思われたら、いや、それは超色気あるでしょ。まあ確かにそうですね、男としては、ね、うん、女も言ってるかもしれないけど、こいつ男も言ってんじゃねえかってなったら、これは結構嬉しいっていうか、確かに本当だと思われたらまずいけど、確かにその疑惑があるのは魅力ですね。そうそうそう、これ色気よ。疑惑で踏みとどまれば、ね、確かに、うん、ね、まあ、というわけで皆さん気をつけて、うん、行きましょう。はい、なるほど。2人にはなんない方がいいですね、僕と、うん、はい、ということで前半戦2つの噂に迫っていました。バーテンダーをやったことがある、これはケオマージャ認定でバーテンダーだったと、はい、夜も長距離は若干変態系があるという話が聞きましたね。変態系じゃないけど、まあ2番8番が好きと、うん、あ、そういうことですね、はい、さあここまで無料放送となってます、はい、後半3つまだこう怖いよね、若手と私が控えてるんで怖いよね。いや、もう今回の後半は多分すごいですよ。すごいクリーンアップですよ。本当マジで。そうなんですか。やだな。だって僕がいつもね、1番か3番を歌してもらってるのに、うん、2番までされちゃってる。そうだよね、それが2番だもんね、うん、怖いね、確かに。すごい、若干ね、怖さもありますが、はい、後半の有料部分に向けて、あの、皆さんに見ていただけるように視聴者の方にあのメッセージを。そうですね、あの、嘘つきませんので、あ、はい、大丈夫です。 お願いします。僕のこと知りたい人はぜひ、あ、はい、知りたい、後半部分を見てください。俺が知りたい、俺が知りたい、俺も知りたい。はい、ということで前半戦この辺でお別れしたいと思います。後半戦もお楽しみに、はい、さようなら、はい、さようなら。